はい、皆さんこんにちは。実はですね、何ヶ月か前にですね、自分そのウルトラシリーズの大ファンでして、そのウルトラシリーズに関連するちょっと書籍買って、その検証をしたんですね。どれが当たるかちょっとわからないみたいな感じです。っていうか、何を応募したかと、もう覚えてなかったんですけど、先日ですね、こちら届きそうなんですよね、検証というので。ウルトラマン X の X デバイザーっていうやつですね。これが揃えたんですよね。そういえば、これ取れた瞬間によく考えたら、ふざけ半分でちょっと応募したような記憶あるんですね、若干。まさか本当にこんなもんが当たるとまで思って。いやー、ほんとびっくりですよ。ほんとなんかいろいろ、なんかですね、正直自分でも何があったかすら覚えてないんですよね。で、その本もちょっと今、掃除した多分どっか部屋の奥の方にやってしまって、どこ行ったやらわからない状況なんで、一体検証何があったかすらまあ調べられない状況です。まあおそらく、欲しいものはなかったからふざけ半分でやったと思うんですよね。で、当然ながらこの、ウルトラヒーロー500の X も、ついてきました。で、まあ、せっかくなんで、ちょっといろいろやってみましょう。で、こういうふうに X が出てくるんですね。で、中山さんの声で、こうなって、で、こう開く。そして、リードする。まあ、こういう感じになるわけですね。で、一応この状態でいるときが、こういうふうにですね、一応これ例のナビゲーションの音声が流れる感じですね。で、こういう3、この3回のことで、これをするとこういうフェイ警戒レベルが変わるわけで、これが中村さんの声が反映されるものになります。と、まあ、一応こういうわけでですね、まあ、X の放送が終わった直後に一応これが届いたんで、ちょっとまあ どうしようかな。まあ、せっかくね、これ当たったんで、まあ、サイバーカードのガチャポンがなんか近くのスーパーでデパートにあったんで、ちょっと試しに今度回してこようと思います。で、まあ、サイバーカードも結構あるみたいなんでね、まあ、もし、機会あれば、買ってこようと思います。若干、こんなものが親にまで投資考えろって言われたような気もしますけど、まあ、正直言って、今のウルトラシリーズは結構面白いんでね、ウルトラマンが別のウルトラマンの力を使うっていう設定がですね、銀河から始まってきましたので、まあ、結構今のウルトラシリーズはどなでも楽しめますし、正直、X も全話見たんですけど、中でもネクサスの会話すごく良かったですね。世界観が全く異なる2つのウルトラマン。ネクサスはもう本当完全な敵対する関係。X は共存していく関係。全話怪獣とですね。まあ、その2人の違うウルトラマンが合わさってきて、まあ、どう絡んでいくのかって楽しみにしたいんですけど、あの回はほんとすごかったですね。まあ主人公の川久保さんが変身するのではなく、最終回ですね、副隊長、ネクサスの副隊長が光を得たというような関係で、まあ X の副隊長が光を得て、で、川久保さんがその副隊長の旦那役で出てきたんですね。あれがすごく 役立ちも良かったですね。あとそのネクサスの登場の仕方も第1話の小型のビーストを素手で一発で潰すっていうなんか、あのシーンの再現がすごく良かった。ちょっと動画の時間もそろそろ長くなってきましたので、まあちょっとこれで一旦終わります。
サイバーカード戦に入ったらまたちょっと音声確認がてらレビューしていきたいと思いますんで、またよろしくお願いします。